もうないですね。真ん中です。<laughs> センターで歌ってます。<laughs> そう、ドキドキ。え、新幹線ね、思ったと。なんかな、なんかね。あ、ファイナリストライブが通るんだ。こんばんは。ね。今も止まってるのか、新幹線。 いやーマジでドキドキよ <laughs> マジでドキドキ、うん、ちょっとドキドキするけどお、ありがとうね真ん中らへにいますありがとうペレット振って17列目ころえしてます待ってるありがとうね いやーなんかさななんなんかななんかなんかねー私ちょっとピッチが高くなっこれ前も言ったけどちょっとピッチが高くなっちゃうのが問題点なんですよ。あの自分の中での課題が。 あのミックスっていうね地声じゃなくて裏声でもないミックスっていう声が私はすごく得意なんですけどそのミックスをのミックス声っていうのを使ってこう今回も歌う楽曲なんですけどなんよねでそのミックスを使った時にあの高い声響かすのは上手な上手って上手に響かせれるようにはこうなって高い音が得意ではあるんだけど。 そのの高高いい音にななった時のピッチが高くなりやすすんですよ私レッスンの時からピッチっていうのは音,音程みたいな音は合ってるんだけどちょっとなんかちょっとなんか高く聞こえるみたいなやつそう音が外れてはないんだけど例えば「ド」の音を出したいと思ったら「ド」シャープぐらいのレ,レまではいかないけどドシャープぐらいの 音程にちょっと上がっちゃうみたいな癖があって、でもそれもそうレーマではいかないだから音は外してないんだけど、どの中でも高めのドを歌っちゃうみたいなそうそう傾向にあるんですだから何がねドキドキするってそこがドキドキするそこをちゃんとピッチ高いピッチ高く あのピッチ高めにならずに歌いきれるかなっていう心配が今のドキドキにつながってるなと思います。それが難しいよねなんか自分の中でピッチの下げる歌い方みたいなのもこう練習はしてはいるんですけどあとね歌ってる自分からはちょっと分かりにくいんですよそのピッチの上がっ今ピッチが上がってるっていうのが。 録音して聞くと「わピッチ高かったさっき歌ったやつ」って思うけど自分で歌っててなんかこうまだ感覚的につかめれてないというかそうじゃけんなんか全部じゃないんですけどね全部じゃないんだけどそのミックスで高い声を出すってなった時の部分がだから。 今だけ全部じゃないんやその一番怖いなと思ってる部分が曲の中の本当に何箇所の蚊の部分でもサビの頭とかなんですそれが <laughs> サビの頭とか高い声で伸ばし続ける時とか初めは例えば「どー」って出してても「どうどう みたいな感じでちょっと伸ばし続けたら最後らへんちょっとピッチが上がっちゃうみたいな感じで傾向になりやすい多分癖なんです癖なんですこれもね私の歌,歌い方の癖でだから先生にもねすごく指摘されながらレッスン受けたりしててそれは味としてやはりよかったえでもまあもう表現 にそうですね走ってでもあまりにも音を外すと多分聞いてて「およよなんかちょっと高くないか?」みたいな多分分かっちゃうあんまりギリギリ分からんよぐらいのピッチのズレだったら多分分かんないと思うけど「およよそれはちょっと音外してるよ」ってなっちゃうぐらい高くなりすぎちゃうとねそう。 マイナスになっちゃうから、とかっていうのを思うとね。ああ、緊張するって感じです <laughs>。そう、緊張するってか、緊張しますね。そ。そういう部分で緊張します。うん。 <laughs> まあそうだよね気持ちねでも感情今回の歌唱力は感情を結構第一に歌いたいなと思うでも丁寧多分丁寧丁寧さが良さではあるけど自分の中のでもその丁寧だけど感情これまでよりも一番感情 をいれた歌い方だったり感情っていうところ表現みたいなところをに重きを置いてちょっと歌いたいなと思います。うん。頑張る。<laughs> 頑張る。楽しみにしてて。ちょっと頑張ります。本当に。 頑張ります。気持ちね。気持ち大事。気持ち大事だよね。お、ありがとう二回続ありがとうね。ありがとう。手に当たったやつも本当に本当に。ねえ。<laughs> 足高雲ってどんな雲よ。 うん確かに観客を楽しませるねえ確かにね観客いる確かにね確かにあと衣装も楽しみにしてて 衣装も楽しみに今回はあの自分であの衣装をね選んだので今回着る衣装選んだんです自分でだから衣装も楽しみにしててほしいなぁえいえ髪型どうしようかな今さまとめ髪にしようかなと思ってるんです衣装的にもどうしようかなそれか 横にこうでもありだなうんそう衣装ドレスワンピースみたいなでもお母さんに見せたりあの衣装さん一回着たんですよあの調整合わせみたいな感じで。 ときに結構大人っぽいねって感じになったから大人っぽいかも大人っぽい感じの衣装かなって感じです踊る系じゃないねえそうなのよ髪型衣装えそうだからまとめ髪の方が衣装が映えそうだなって気もするから、まあ、まとめ髪かなっていう感じですね高めついな曲ではない 絶対に違います <laughs>。絶対、それはもう言える。絶対に違う。ーね、えー、そうなん。女神か。そうだよね。曲も一緒もわからないかなんと名かそれはそう。 メかですねでも渡辺めの方が多分すっきりしそうだな。でここで決めるっていう <laughs> ここで決めるっていうするのはねそうだよねちょっとねちょっとここがあの空いてる感じの空いてるっていうかちょっとここが。 あのすっきりと開いてる感じの衣装なんですよ開いてまではないけどそうだからここに髪の毛をあのここがちょっと開いてるちょっとこう透け感あるから明日の衣装だからね髪の毛を着たくないなーっていうあれもありうん まあ、楽ししみにしててください <laughs> 衣装も込みで楽しみにしてたしまとめ髪にしよっかなうんドレッシーな感じかもうんドレッシーな大人な感じですねちょっと大人な感じにしてみましたいやー難しいんよあの衣装を選ぶのあずみんの背が小さすぎて <laughs>。 マジで小さすぎてないんよ <laughs> <本当に笑>ほんまにあんまりがねもう悩みに悩んでもうマネージャーさんにも「もうそろそろ注文せと届かんよ」って言われるぐらいまで「ないんです <laughs>」衣装がないんです」って探しました確かにでも第一印象大事だもんねぱっと見の印象まとめようじゃあそうそこないよ 竹問題なんかわっか可いいなと思ったやつがあってあとね、まあ、あの海外から届くやつとかは3週間ぐらいまったんといけませんよみたいなのもあったりしてそういうのもちょっとサイト的に届くのすぐ届くかくしょうがないからっていうのでちょっと難しいかもってなったりもあったんですけどわっこれかわいいなって思ったやつの竹感調べたら大体ね 120とか <laughs> 120とかもう長いんです全部丈感がそうそうスカートの裾が長くってほぼほぼ可愛いって思ったやつ全部裾長かったうん引きずっちゃうそう引きずっちゃう <laughs> マジででその選んだやつはあのここでね 肩ひも調整ができるやつにして肩ひも調整ができるやつにしたから頼んで届いてなんとか大丈夫でしたで高いヒール入ったりして大丈夫だった瀧漢でもねそう肩ひも調整になるできるようなのにを選ぶとまたね種類もちょっと減るからねそう困っ,困ったもんでした。 肌間が大きくなりたいなと思いましたね <laughs> あ、ありがとう嬉しに行くねありがとう確かに双眼鏡必須かも大きい会場じゃけん いつつもヒールある感じのやつにしたあお話かバチラとたるよろしくねってありがとう嬉しい嬉しいそうなんかね衣装さんにあのー、このあのー、ウエストとかをね詰めてもらったりはできるんですよ今回もちょっと詰めてもらったりしてウエスト詰めてもらったりできるけどねそういうドレス系の裾をね切って短くしようと思ったら。 結構大変じゃけんね裾を切ったりするのってなかなかウエスト詰めたりぐらいはしてもらえる感じですウエディングドレスみたいな歩くとき裾を誰かに持っといてる <laughs> 大御所すぎじゃろ <laughs> に2人ぐらいが後ろこうやって裾持って歩いてきて「ありがとう」ってやって真ん中ついて歌い始めるの帰る時も誰か2人ぐらいがバーって帰って。 出てきてき私の裾を持ってこいってはけていく <laughs> ねえそんな <laughs>。なんか私聞いたら「めいの,の,、ね、<laughs> のピアノの発表会」からいの気分になってきたねえメイっのピアノの発表会まあでも感覚的にはねあずみんの発表会ぐらいの気分だよね ほ本当になんかもう応援パワー全開でいてほしいです絶対緊張してるから明日。お仕事定数わらせて見に行きますってありがとう嬉しいこんばんはああとお話し会もなんと8月11日の5時間目が完売しました ありがとうね嬉しい嬉しいですありがとうございます嬉しいねみんなのおかげやありがとうあのね8月1日はカレンダーなのカレンダーカレンダーがあ私が今回限定でデザインしたカレンダーをあ,のあっち向いてほいで勝利した方にプレゼントします なんだけどね今日ねそのこの前あのデザインしてそう全部全部っていうかあのカレンダーの文字とかあの何,日何月何日何曜日みたいな文字が全部私の手書きで手書きのフォントになってて自分で書いたやつを「あのでこんな感じにしてください色味はこんな感じで」ってこの写真も使ってくださいみたいな感じで全部自分こうデザイン。 したやつをそのデザインデザインしてくださるデザインデザイン屋さんなんだろう <laughs> デザインの方にデザイナーの方デザイナーの方にやっ作ってもらってそそのカレンダーがプレゼントになりますねその5時間目。えっとねそ,それも8月から配るので2 0 2 0年の。 2024年の8月から2025年の8月まであるカレンダーにしてもらうことになりましたそうだから2024から2025のカレンダーみたいな感じになってるちょっとあのあれなんですけどそう12か月使えるようにはしてもらった2025の7月まであるかなそうそうなんですそうでね今日その 完成したあの私のイメージをデザイナーさんが形にしてくださったやつを今日見たんですけどいや思ってた以上に可愛くってえ可愛い可愛 <laughs> い,いですってなったから本当ににちょっと楽しみにししみてて欲しいですねもう完売しちゃったんですけど是非買ってくださった皆さんあのプレゼント絶対にゲットしてあずみんとあっち向いてほしに絶対に買って絶対にゲットしてほしいです。<laughs> 絶対に言ってしいそんであのー、4時間目その日の8月11日の4時間目は私物サインになってますこの私物サインもね結構みんな欲しい欲しいしてほしいって方多いんじゃないかなと思うし本当にね私物サインできる機会ほんまにこれ逃したらないんじゃないってぐらいの。 ナイス企画だと思うの <laughs> ナイス企画できちゃうって思うのそういやみんなの私物にサインするみんながその日持ってきてくれた私物にあずみんがその場でパパパってサインします何でも OK 私物だったらだから持ってきてほしいんですけどね事前にそういやみんなの私物にサインします でもお高いんでしょってい,いえ <laughs> い,いえもうアズミンとのお話し会での楽しさを思ったらお釣りが来ちゃいますってぐらい楽しいですお話し会 <laughs> お話し会本当にお値段以上アズミンのお,なあのお話し会だしお値段以上アズミンな あのサインを書くから是非 <laughs> ともね来てほしいですね8月1日の4時間目カメラのレンズのフィルターとかに書いてもらうのありかなえありだと思ううんありだと思う全然変なものじゃないっけ <laughs> なん何がダメなんか私もあんまり分からんのやけどカメラレンズのフィルターは大丈夫だと思うようん そうであと8月12日は4時間目がえー、っとねの景品が私がデザインしたステッカーです結構ねしかもこれのステッカーもサイズ結構大きめのステッカーにしてもらって結構おっきいんですよであんまりおっきめのステッカーってないじゃん割とちっちゃめのステッカーが多かったりするから結構おっきめのステッカーにして私の写真 とかメルちゃんの写真とかも入れた今回限定のデザインで私が手書きで書いたデザインの,あのステッカーになるんですよそれの,あのプレゼントがなのでこれもねお得ですね本当にお得ですねぜひこれはねあっち向いてほいでゲットできます そうメルちゃんも今回入れたのステッカーの中にメルちゃんの写真とはずみの写真があるで12日の5時間目は似顔絵を描きます似顔絵を描いてプレゼントしますその場でその場でパッと似顔絵描いてこれもねあんまり似顔絵描いてプレゼントまではなかなかできないので そのまで似顔,絵を似顔絵描くっていう機会もねあんまりないしね似顔絵描いてプレゼントこれも是非ゲットしてほしいですねって感じですねだし縁日企画自体も私がこうやって「あっち向いてホイ!」ってやったり「運命の赤い糸」の「赤い糸」 アズミンくじ引きとかもあったりそういう感じなのでだしあずみも浴衣なのでうんそうもうどの時間も楽しいこと間違いなしって感じですねなんでお話会まだ受付中なのでぜひ来てくださいぜひ来てください 一番の勧めは。八月一日の四時,時間目。です。十一の四時間目。そう、あ、すみ、エ画カラー。<laughs> え、でも、その時間制限もあるから。パパパパって。書ける。パパパパって、私がその。そのじ、その短時間の中で、書く。似顔絵になっちゃうけど。うん、でも。 あのー、上手じゃないけど角刈りパインみたいなイラスト描くのは得意なので <laughs> あの変な絵は描けるみたいななな可愛くくかっこよくなる保証はないでんのみんなの顔が <laughs> みんなの顔が可愛くなったりかっこよくなったりする保証はないけど角刈りパインみたいなああいうタッチの絵柄は得意なので私ちょっと変な感じの絵柄のタッチは得意なので。 そういう感じのみんなが出来上がるって感じですね <laughs> でもだいじゃんたんちゃんとみんなの特徴を入れた私なりのあのー、似顔絵描きます ちゃんと似顔絵はプレゼントするその場でうん可愛く描いてね <laughs> 頑張る <laughs> 頑張ります <laughs> 頑張ります, <laughs> ります, <laughs> ります <laughs> えサンプルどんなふうに描くか今えー、じゃあ絵柄のタッチだけでも言うて あのー、どんぐらいかなあっち向いてほいしてじゃあ例えば今から10秒で書いてみようかな誰か10秒20秒10秒で書いてみよう誰がいい誰がいいでもさ <laughs> メンバー苦いね誰が誰にしよっかな くるくるか、くるくるにして、じゃあ十秒でくるくるを描きます。私のこの時計で十秒測るね。じゃあ十十秒になったら行こ,こう。七、八、九、十。<laughs> あ意外といける。 あ、いけたどうじゃーんくくるくる <laughs> ごめんこれめっちゃ初期のくるくるめっちゃ初期のくるくるえ似とるよねでも <laughs> めっちゃ初期 <laughs> いと、特徴を抑えようと思って <laughs> 今ってよりかはあの初期です初期のくるくるですあの2年前のくるくる。 ってことにしとこうかな。二年前くるくる。わかるでしょう。ねえ、<laughs> なんか。似てるでしょこんな感じ。<laughs> こんな感じで書きます。え、拡散しないで。怒られるくるくるに。くるくる怒られちゃう。ちょっと。私物サインに変更してもら <laughs>、ね、<laughs> いや、ねえ、受け取って、私の似顔絵。<laughs> <laughs> でもレアレア私の似顔絵っていうのが結構あんまりゲットできないと思うからうんそうこんな感じかなでも10秒でこれはこんぐらい書けますねでもこんなまあでもあのー、秒数にも何秒何枚あるかにもよるけどうん こんな感じで描きますっていうねえそんなに嫌だこれ <laughs> ねえそんなに嫌これあんまり <laughs> そんなに <laughs> 嘘でしょじゃあもっと絵心絵心かけるよ <laughs> アズミンがハくってことで許してよアズミンがハくってことでじゃあこれに ままあそううだだよねど私もささの仕が <laughs> えん、ー、んで許してよなんだろうなろた枚取りますえぜひ <laughs> ぜひ撮ってかわいくかっこよく書くから。<laughs> レア,だよレアレアそうレアレアあ二20秒あったら確かにもっと書けるよあリオおつとノアピね OK じゃあ2.5期書こうッケー。でも人をね 顔を見ながら描く方が私は得意なんですよねじゃあに次は二十秒で描けますリオーンとナーピオ意外と1十秒でも描けたんだよなじゃあ四十秒からいこうあ、やば待って待ってもう一回もう1回もう一回もう一回もう1回いってもう一回いってペンが出んかったペンが出んかった <laughs> シャーペンなっとったシャーペンなっとったちょっと待てよじゃオッケー次のゼロ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 秒になってから吹きます。 なんだよなと思って笑わせてみたけど <laughs> ちょっとリオつんではないかいやあまりにもね特徴があるんよくるくるは可愛 <laughs> い,いでしょ私の中では笑顔なよねリオちゃんでも笑顔の印象があってだこの笑顔をね前面に描きたくってわかるえなんとなんかくる <laughs> やばい 拡散されちゃうこれ人ゃなに難しいなわかるリオちゃんってでもこう並ぶとさ確かにみんな2年前私の絵は全部2年前になる全部2年前になるんかもしれんノアピ,ピは いけるかもいや想像で書くのは結構難しいんだよっていうごめんこれは言い訳 <laughs> ノーピーねノーピーこうじゃあ次の切りがいい20秒からいきます OK! 待って、しくったえ、どうこれょっとノーピっぽくないノーピっぽくないノーピっぽくないですかわかるこの、この違い、この違いぽいよねこれ くらい。<laughs> この三人。で、揃ったちに言語機関ないですか。ね、わかる、この。くるくる、リオツン、ノアピー。っていう、この三人の。それぞれの違いですよ。<laughs> あ、一番前。 ヌアピはなんか満面の笑顔じゃない感じあるんですよね。でこうこう目をにってこう閉じちゃうぐらい笑顔の印象もないからって感じかなりょうつんの方がこうこの笑顔の印象があるからね。そう。これは <laughs> ごめんくるくるだけちょっと2年前 <laughs>。 私2年前くるくるになっちゃったこれは脳ぴの方がまだ今最近の脳ぴかもちょっと大人っぽくなりつつある脳ぴみたいな感じですねこれも脳肝私は違うぞえっ、ー <laughs> <laughs> 私自分の違う像ってむずくないわからん自分で違う像描ける人なんよね結構。えー、じゃあいきます。 <laughs> 私 <laughs> ちょっとさ口がミスったほっぺつけて軽くしとこう <laughs> ちょっと口が <laughs> 口ミスっちゃったなんかすごい口になっちゃった <laughs> こんばんばはこあずみですめいちゃん確かにめいちゃん感舌舌出しとこう舌ってあずみんかやば舌出したらもっと怖くなっちゃったなんかなんか狂気的 そこの下ペラズミンめっちゃ狂気的 <laughs> 舌出したらちょっとやばい舌出しあずみん食べそう人のことやばい最後 <laughs>、まあ、サイかねまあサインもおすすめサインもおすすめだけど苦顔もおすすめです <laughs> いあれもう違う違うよやっぱまあねあのあれですアズミンクオリティだと思って来てほしい似顔絵はアズミンクオリティだと思って来て 味があるそういうことそういうことでそこう味がありますでちなみにステッカーはステッカーはあのステッカーも結構あのあずみの絵柄が炸裂してる感じのステッカーになってるのであの楽しみにしてて <laughs>。日の 4時間目ですね12日の4時間目のステッカーはあずみんのこれもあずみんの絵柄がちょっとさ,さ,さくさく裂してるかわいい感じのステッカーになってるとなってますそういやーこれもね完成形 デザイン画だけ送ってて完成形はまだ見れてないんだけど早く完成形見たいんですよねお話し書いたら別にレーンができるのあなんかねえレーンじゃないけど縁日ブースみたいなのがあるっていうのは聞いたかもうんこれはこれがお話し8月11日と12日は お話し会が縁日企画になってますよっていうやつそれとは別に縁日,日ブースだっけなんかできるってき聞いた気がするこんばんはステッカーバーズみン仕事が早い分はその絵で T シャツ作ってると思うマジえっどれどれこれこれこのここの絵？ じゃなくてステッカーの絵って感じかな <laughs> これじゃないよねこれで T シャツ作んないよねだって <laughs> ステッカーの絵ってことよねステッカーの絵はかわいいかわいいステッカーの絵はかわいいですえっこれでこれで T シャツ作るの <laughs> 嘘でしょ <laughs> ねえこれで <laughs> 誰が嫌いんよこのこれの T シャツ, <laughs> T シャツ怒られるわ3人に変な T シャツ作るなって絶対怒られますね「何このって言われる多分3人に <laughs> そうエンデュブルスあるっぽいな。外国かえ言われるわだって二年前だもん。確かに。ノーピー特徴うまくつかめとか。 みたいなな感じなのでねぜひ。来てください。お待ちしてます。お話し会。待ってます。待ってます。激レアです。今回のお話し会、全部。全部、全部レアです。レア感、マシマシです。来てね。広島。広島だよ、広島。8月11と12。で、今、再販中です。私のプロフィール欄から飛べます。 私物ごっっそりえ持って,きてうんいやほんと一番でもやっぱレアだね11日の4時間目の私物サイン会がいっちゃんレアです初めはねぬいぐるみ作りたいとかっていうめっちゃ無茶振りしてたんですよスタッフさんに <laughs> スタッフさんに何なんかこの自分でそのなどんな景品にするかもこう考えられてよくて何しようと思ってもう 無茶振りでみのぬいぐるみを作ってくださいって言ってないじゃんそういうグッズってあずみんぬいぐるみ作ってくださいってめっちゃ無茶ぶりのお願いしてたらやっぱりちょっと難しいって言われましたそれはちょっとそれは難しいよーって言われてそう<笑><笑>ああそっかやっぱり無理かと思ってうんどうしようってなってっ始末出発サインにしようってなってしま サインにしたたらこれもダメ元だったんよ私物サインって絶対ダメって言われそうだなーって思いながら「いけますかね?」って聞いたら「いいよ」って言って「えいいんですか?」って感じでしたそう縫いぐるみちょっといいよね縫いぐるみねちょっとで憧れるの私も自分の縫いぐるみできてほしいなって思うから 3D 重ねてみた 枕カバーねわ通るんかな抱き枕カバーどうなんじゃろううわどうだどうなんかな抱き枕カバーって通るんかないけ,るんい,けいけたん行けたんかなえそういえば今安住のポスト見て8月1日5時間目に顔がてえマジで間違えてた今日のポストかちょっと見てみよう 今日出したポストあ本当だ間違えてるすいませんこのツイート8月12の5時間目です間違えてた似顔絵ってところ12の5時間目です間違えてます あ、抱き枕カバンの出てたうんアニメイトさんとのねコラボで先輩方のね12日だったこんばんはお待ちしております で、明日も朝配信しますね。朝配信。ちょっと待ってよ。6時。6時。6時からするかな。6時からします。明日朝配信。 早いんだけど早いんだけど明日は6時からしますちょっと夜も結構遅くなりそうなので朝にしとこうかなと思って6時からで見に来れそうだったら見に来てください6時早起きじゃん マジで移動中明日はしたずっとのど目なめとこうでも喉とか鼻水鼻とか耳とかのコンディションはいいです今うんえ移動ね移動も本当に新幹線ね心配です <laughs> いや思い出して頑張るあ追加した分当たってましたありがとう嬉しいうん音あめてね頑張ってきます出し切ってくる頑張る 今日のエアコーディネートのコンセプトなんですかないですけどうーんレッスン終わりです <laughs> 今日マジでレッスンだけお仕事レッスンだけだったからレッスンなんか頑張っていきますそうだよえさっそっちじめえそうだよねそうだよね この前も歌唱力、緊張しますって話したもん、そっちへといやね、頑張ります、確かに緊張しすぎずに楽しむ、楽しんで頑張り、頑張りたいなありがとう 楽しみでもどんな歌歌う,うんか楽しみみんな STU ST のメンバー決勝でどんな歌歌う,うのかね楽しみ結構何を選曲したんだろうと思ってえ嬉しいペンライトもうゃ枚見つけるね本当に嬉しいみんな緊張するよねそう公開選ね私の選曲も でも知らない人もいるかもしれないな今回の選曲はうーん楽しみにしててくださいいやーそう結構ね自分のグループがそう本当に。 なかなか頑張らなきゃ頑張らなきゃって感じの組でもあるから逆に変に気張りすぎずに楽しんでやるその会場で歌うことを楽しんでやるっていうぐらいの気持ちで本番は歌えたらいいかなリハーサルでそうですね 映像を撮ってもらってって感じだな怖いなドキドキする大丈夫大丈夫大丈夫脅威すぎずにね脅威すぎずに頑張ってきますすごいグループだよね <laughs> 本当にでももし私明日その組から勝ち抜くことができたら ファイナリストに、まあ、決勝に行けたってだけでも自分の中ですごい自信にはなったんですけど、まあ、ファイナリストに今回は行きたいっていう目標を持った中であの組の中からファイナリストに行けたらめっちゃ自信になるかもって思うからまあでもとりあえず頑張ってくるしかないんだけど頑張ってきます頑張ってきます。うん頑張ってきます

ありがとう。10位、奈良西さん。ありがとう。9位、かぎさん17さん。ありがとう。8位、ぬしーさん。ありがとう。7位、みやこちゃん。ありがとう。6位、ゆずきちさん。ありがとう。お位、ディオさん。ありがとう。4位、ケイゼティンさん。ありがとう。3位、こにゃまるさん。ありがとう。2位、ひでやすみさん。ありがとう。そして1位は。んさありがとうございました。ありがとう。 ありがとう明日は6時から朝配信するので歌唱力前に見に来てください朝早いけど今日もありがとうございましたじゃあねーーあずみんで終わりますせーのって言ったら「ねーーあずみん」って言ってくださいせーのなーにーありがとうございました頑張るね明日 応援して,てくださいありがとう